はい、皆さんこんにちは、今日は去年の11月に紫オブツーサニシキの葉刺しをしました。ヤフオクで購入した組織培養内の紫オブツーサニシキだと思うんですけども、ちょっと見た目がすごい、親内の方は見た目が悪くて、これは葉刺しから一からこう作った方がいいものができるんじゃないかなと思ってで試してみたものです。それで何回か過去動画でも葉刺しを開始して芽が出るまで、そして経過報告ということで動画を撮ってありますので、それを概要欄にも貼っておきたいと思いますので、ぜひまだ見ていない方がいらっしゃいましたら過去の動画も見てください。いくつか芽がこういうふうに出ているんですけども、だいぶ芽が大きくなるに従って元親の葉っぱがこう曲がってきたり、こう 芽が見えづらくなってきたので、今回植え替えのためにこれ全部抜いてみようと思います。それではまず抜く作業をしてみますね。はい、いくつか芽が出ているので順番に紹介していきたいと思います。こっちまず一つ目、こちらです。ですね、元親の葉っぱがこういういい感じの葉っぱなんですけども、出てきている芽は何て言いますか、ちょっと怪しい感じです。怪しいというのは葉緑素がこう足りない感じ、これが何て言いますか、順調にいってノリフになるんであればいいですけども、また根の方はこういうふうに非常に充実しています。これはこれからは単独植えにして様子を見ていきたいと思います。まず1つ目でしたね。はい、2つ目、2つ目はこんな感じです。ピントが合いますかね。はい、2つ目も根はすごい充実してますね。それで出てきている芽の方は、ちょっとまだちょっと分かりづらいですけども、ちょっとこうまあ斑が入ってるようにも見えますけれども、ちょっと分からないですね。緑の葉っぱなのかもしれないです。は入ってないのかもしれないです。はい、これが2つ目ですね。根はいいです。これも単独植えにしてみたいと思います。はい、3つ目、ちょっと手がバーミキュライトで汚れてしまいましたけども、3つ目の苗はこれも根も根はよくこう出てますね。それで肝心の出てきてる発芽している芽の方なんですが、まあ色素がちょっと薄い感じに見えますね。これも一番最初の苗と同じような色素が薄い感じに見えます。これ斑が入ってるような状態だと思います。それが全斑にならないかで、後ろの方からも芽が出てきてますね。これもちょっとはっきり、まだ小さすぎてはっきりとは分からないですけども、で後ろの親苗のこう後ろの模様がこういうふうに斑がきれいに入ってる状態なので、後ろから出てきている芽もまあ割と期待ができるかもしれませんが、現状はこう緑に見えますね。はい、でもう一つ、次はこちらの苗、こちらは特に小さいですね。根はちょっとまだ貧弱な感じしています。それで出てきている芽は1本はこういうふうにもう斑が入ってますね。斑が入ってるというか色がもう薄い、かえって葉緑素が足りない感じがします。でこちらの苗、もう1本の芽が出てる方は、緑、なかなかはっきりとした斑入りかどうかっていうのは難しい感じですね。まだあるのでご紹介しますね。はい、続いてはこの苗ですね。はい、この苗はさっきまでと違って、この出ている芽の外側のこの葉っぱは綺麗な斑が一筋入ってますけども、
それがこう中央に続いていくかというと難しい感じですね。こっち側の外側の葉っぱも穂が入ってますね。うん、中心から出てきてる新しい葉っぱがどうなってるかはちょっとまだわからないですけども、入ってるようにも見えますね。これも根が、そう、これ一番根がしっかりしてますね。こんな長い根が出ています。これも単独植えで管理して芽が大きくなるのを待ちたいと思います。はい、続いてはこちらの苗です。元親の葉っぱの苗が、まだプリプリしてますね。まだと言いますか、立派な根が出てるせいで元親の葉っぱが、元気になってます。で、出てきている芽の方なんですけども、これもあの色素がすごい薄くて通常の緑の葉っぱじゃないっていうことは今のところ分かります。で、これが綺麗な斑入りになるかっていうことはちょっと分からないですけども、ちょっと斑入りに見えるんですけど、せっかくなのでこう斑入りを狙って葉差ししてるものなんですけども、はっきりしたこうバランスの良い斑入りっていうのは難しいようですね。まあ良さそうな感じもしますけどね。これも単独植えにして様子を見ますね。はい、で最後の葉差し苗になります。まあ偶然なんですけども、これ一番様子が良さそうですね。この苗がちゃんと写ってるでしょうか。斑入りになってますね。斑が綺麗に入ってる感じがします。うん、内側も綺麗にこう斑が入ってる感じがしますね。で、こっちのもう一本の芽が出てる方は、まあ、色素が薄くてどうなるか、ちょっとこうまだ小さくて、どれも小さくて分かりづらいんですけども、色素が薄いのは、ノリ斑になっていくのか、若干緑っぽく見えるものもあるんで、それがどう変化していくのか、これからまだ経過観察なんですけども、これも根がすごくいいので楽しみです。まあ単独、全部単独植えにして、これからまた経過観察として動画を撮っていきますので、ぜひあのチャンネル登録をして、少しでもいいと思ってくださった方はいいねボタンもよろしくお願いします。それでは今日は、紫オブツサニシキの葉差しの成長記録ということでお伝えしました。また次の動画でお会いしましょう。Have a nice day.